新緑の水辺、隅の江公園にて4月末の撮影。新緑の日本庭園、山全院にて。新緑の湖畔、サイド公園にて4月末の撮影。日本語、新緑のイメージにかなうであろう。日本国外の森の風景、スウェーデンは、ストックホルムにて5月末の撮影。新緑の関連記号、若葉にふさわしい。新緑の葉、真珠、すなわち、 目の覚めるような若葉を茂らせる木々。あるいはまた、季語、緑刺すを説明するのにもこの画像はふさわしい。新緑とは、初夏の頃の若葉のみずみずしい緑色であり、その立ち木をもさす。冬枯れしていた木が芽吹いて、いよいよ鮮やかな緑色の葉を茂らせる、その現象を色に着目して表した漢語である。木の種類や場所、地域によって異なるが、 日本では主に毎年3月から6月にかけて起こる。また、上緑樹でも新緑はあり、落葉樹のそれより約1ヶ月遅く迎える。例えば、お茶の葉は5月あたりに出る新芽が原料である。季語しての新緑は夏の季語。分類は植物。初夏の初々しい若葉の緑を言う。古季語として緑と緑さすがある。季語としての緑は新緑を意味する。 緑サすは目にも鮮やかな初夏の若葉を通して光の照り入える様子を言い、俳人、坪内俊則は毎日新聞の季語国国で水原周王支編、新装版俳句詳細時期では若葉影が映ることと定義していると説明している。また、関連季語として若葉、真珠があり、前者は新緑の季節の木々の初々しい葉に、 校舎はみずみずしい緑に覆われた木々に、それぞれ焦点を当てた季語である。峰走りとは、春先に新緑が山のふもとから頂へ駆け上がってゆく様子を、秋口に紅葉が山頂や稜線からふもとへと駆け下りてゆく様子を表した日本語表現である。それぞれに、新緑の峰走り、紅葉の峰走りということが多い。日本における新緑の峰走りは、 特にブナを主体とした植生のそれが見事なことで知られ、残雪の白、顔を出した土の黒に、目にも鮮やかな緑が加わって、他の季節にはない特別な美的景観を出現させる。こういった景観は日本画の画題になることも多い。ありがとうございます。